第4マッチです。宇田幸矢対林ユンジュ、楽しみな対決です。そうですね、日本のサウスポー対チャイニーズタイペイのサウスポー。はい、まあ、冒頭にもお話しました、今日8月13日は国際左利きデーですからねこの左利き同士の対決、はい、私忘れておりました。第2マッチの間対戸上、右対右の対決に目を奪われておりました、はい、そうでした、はい、ここがメインマッチといってもですね、今日に限っては過言じゃないですね、はい、今日に限ってはですね、はい、8月13日ですから、はいはい、第4マッチ主審は石川学さん、副審は豊田雄一郎さんです。宇田からご紹介します。宇田幸矢22歳、 JOC エリートアカデミーから明治大学に進んで4年生です。世界選手権にも出場しました。戸上と組んで2021年は銅メダルを獲得しました。大型サウスポーです。そしてこちらは林ユンジュです。今シーズン5勝0敗シュノーバー琉球の張本智和にビクトリーマッチで勝利しました。リー・ユンジュは昨シーズンも負けなしですよね。そうなんです、昨シーズンもシングルス 7勝0敗、ただマッチデーの関係出場日数が足りなくてファイナルには出ることはできませんでした、はい、で昨日はビクトリーマッチで連勝中の張本を倒したと、はい、まあ、張本も今シーズン開幕から7連勝、しかも17ゲーム連勝というとんでもない結果を残しながら、ね、張本は7連勝でストップ、18ゲーム目の出来事でした。さあ、その林ユンジュ対宇田です。木下林ユンジュが勝てば4連勝、 TT 埼玉宇田が勝てばビクトリーマッチに突入します。宇田はですね、結構 WTT なんかの試合で、はい、あのビッグネームと言われている選手に何人も勝ってますからね。そうなんですよ、はい、そういう爆発力としては持ってる選手ですから期待したいですね、はい、楽しみな一戦です。その埼玉宇田のサービスから始まります。巻き目のロングサービス、バック対バック、渡辺さん、勝負のポイントはいかがでしょう、はい、勝負のポイントはやっぱり宇田がパワーを出せるような展開を作れるか、それはですね、はい、林ユンジュというのは非常にピッチが速いプレーなんですね、ええ、打点が速くて、ですから自分の間を取れるような展開が作れるかというのが一つで、それを逆に作らせてもらえなかったら、ひょっとしたら林ユンジュのワンサイドゲームになる可能性もあるので、ここはちょっと、はい、宇田に頑張ってもらいたい、そこが一つで、やっぱり林ユンジュのやっぱりこの台上からの攻撃ですね、特に今宇田が見せたようなこのチキータからのバックハンド、これは林ユンジュも得意としてますので、これはこの2人のこの得意な分野、この辺がですね、どっちが爆発していくかというのも一つ見どころの一つになると思います。はい、今素晴らしいボレーでしたね。林ユンジュの世界ランキング最高は5位、現在は9位、宇田も最高は19位、現在は42位です。それから WTT コンテンダーなど国際大会では林ユンジュの3勝0敗という成績が私の調べられる範囲では残っています。コースをついていきます、まあ、今のポイントがお互いにちょっと泣きどころになる可能性があるわけですね。それはなぜかというと2人ともチキータが得意ですから、はい、フォア前までですね入ってくるわけですよ、バックハンドで、はい、ですからその後バックサイド、そこの動きですね、はい、今もう一回フォア前出していきました、宇田は、はい、でそこを警戒しながらの他のプレーになっていきますね。宇田も2020年の全日本チャンピオンです。昨シーズンはドイツブンデスリーガで武者修行、そして日本に帰ってきて TT 埼玉に加入しました。かつては木下マイスター東京でもプレーしていましたので、古巣との対決です。今日はスタートには名前がありませんでしたが、田添健太とベストペア賞を獲得しました。セカンドシーズンの出来事でした。ネットインです、うん、まあ、こういったプレーも含めて序盤は4オールです。
ショングサービス、逆転です。まあ、チキータ潰しのですね、あのサービスの構成を考えるわけですよ。フォア前にサービスを出したり、このようにロングサービスを出したり、まあ、このあたりで得点につながっていくといいですよね。チキータで、このまたサービスの構成を読むわけですよ、林雄二が。さあ次は宇田がレシーブの時にどう読めていくのか。サービスエースです。今分かりますか、リン・ユンジは宇田、はい、のフォア前に出したんですけど、はい、逆に曲がるサービスを出したわけですね。ですからさらに遠くへ行くわけです。サービスがバウンドして外側へこう巻き込み気味だったということですか。そういうことです。ここからちょんと逆出して、ちょっとこ う, そうです、ね、もう半歩 大きく宇田は動かなきゃいけなかったんですよね。内に入ってくるサービスではありませんでした、はい。先ほど戸上もこういうようなサービスを出してましたよね。間に対して間を思い切って最後チキータいきましたけど、宇田がポイントです。いいですね、宇田がリン・ユンジュの攻撃に対して前で対応してますよね、はい。やっぱ下がってしまえばですね、速攻型のリン・ユンジュはそういうタイプ得意としてますけども、前で対応すればまたチャンスありますね。ロングサービスです。サービスエース、シックスオールです。いや今の下回転サービスなんていうのは、先ほどちょっとこう外に曲がる巻き込み気味って言った時は、はい、やっぱりそこまで下回転というのは切れないわけですよ、バウンドの変化を重要視しているので、はい、投げるためにですね、はい。今のミドル前のサービスっていうのはプチッと音が聞こえるぐらい切れてましたね。うん、でも同じようなサービス使ってきました。曲がるサービスはやっぱり一振りで持ってかれますね、トンと。いやスローで見ても本当に鮮やかなチキータですよね。トップからバカンドフォアハンド、これぞ宇田幸也。そうですね、はい、先手を取ってからやっぱり相手に時間を与えない攻撃。バックドライブからこの回り込み早いですよね。早いですね、はい、素晴らしいプレーでした。前進で合わせていこうとしましたが、リン・ユンジのポイント。リン・ユンジもサイドに厳しいサービスを出してて、宇田ももう一回サイドへ厳しくですねレシーブしてるんですよ。でももう一発飛んできますね、リン・ユンジ。さすがの、さすがですね。8ホールです。宇田の3球目フォアハンドドライブ、チキータ読んでましたね、はい、宇田のパワードライブです。ここでチキータ来てからドライブするために少し距離を取れたっていうのが良かったですね。いいバックスイング取れてます。チキータに行く、早いチキータでした。さすがリン・ユンジュ、これで9オールです。バックサイドは打たせませんね。やっぱクロスだと 1.5 倍ぐらいスピードが速いのかもしれないですね、そうですね、バッククロスは、サービス厳しいところ、ストレート狙いましたがオーバーです。
回り込ませて、はい、そしてがら空きになったフォアを狙いましたがオーバーです。10-9、リン・ユンジュゲームポイント。うわすごい、ものすごいバックハンドでした。ふーっと息を吐きます。いやすごいパワフルでしたね、一撃必殺でした。10オールです。この1本で決まります。宇田のサービスです。チキータ入りそう、うん、サポートに当たって最後はオーバー。さっき狙ってたクロスなんですけどね。はい、大接戦でした第1ゲーム。11点、木下のリン・ユンジュが取りました。さっき狙っていたクロスというのはあのフォア前に出して、宇田のフォアに来るチキータをさっきはそれをカウンターして見事点数取ったわけですよ、はい、まあ、その次にバックサイドへ出してバックへ来たチキータはちょっと倍ほどスピードがあったの で、 そうでした、はい、回り込みさせてもらえませんでしたけども、でこの10オールで何を選択するか、そこ行くんだったらもうフォアクロス10割で待つっていうぐらいの気持ちがないとですね、やっぱあのチキータを狙い撃つっていうのは、はい、宇田も相当集中力がですね、インパクトに集中できる状態じゃないと難しいと思うんですけども。